玉川町の民家の庭で珍しい花が咲いています。玉川町の民家の庭先で咲いたのはニューサイランの花。噴水のように広がる葉っぱの株の間からニョキニョキと茎を伸ばして花を咲かせています。こちらの民家では十数年前に知人から譲り受けたニューサイランを鉢植えで育てていて、花が咲いたのを見たのは初めてだそうです。花は1週間ほど前に発見し、茎部分は現在2メートル以上にまで伸び、赤やオレンジの花を咲かせています。緑の相談所によりますと、ニューサイランはニュージーランド原産の植物で、花は国内では6月下旬から8月上旬に開花しますが、めったに見ることはないということです。